あのいいよ。慎太郎を疑ってる人物っている？え、僕は釣りたいと思ってるけど。あ、僕は疑わしいんだったら、まあ、ごめんごめん、疑わしいと思ってるから明夜に打ってもらって、で明夜が隠しのポジションから K と七子を詰めるのが一番いいかなって思っちゃう。あー、うん、はい。俺の名前は高田健下、よろしく。はい、ゴミ。釣ろ。ああ、もう。はい、セウ。中。なるほどね。ボタンを押して。文句があるなら自分で押しなさい。いや押しに行くつもりだったけどさ。いいボタンだったよ。押してくれ。押しに行くつもりでキッチンに来ないでよ。いやだからキッチンのタスクだけから押しに行くんですよ。時間かかるや。中野のアルマッチ。中野のアルマッチ。まずは宮殿上げて。誰？プジミヤ。連打だ連打だ。わあら、うん、あらら、スナパイさん、いや、アルマかな？アルマ確か武器庫にいたはずっすね、停電前。マジで？オッケー。じゃあ僕証言したいんですか。その後に、武器庫の方に来てないと思うから、うん、石油側に行ってるんじゃないかなって思うんですけど。あ、ちなみにさっき出ししときたいんですけど、はい、あのピカさんが宿舎前のところで、あのドアに挟まれているあの残像を見たので、一応そこに行ってる証明にします。階段上がって終わりです。ボタンでしょ、だってボタンで。あ、いや、ボタンなんですけど、僕が後ろにくっついてきてたんですけど、ピカクロスさんが宿舎前の、あ、宿舎通路のドアに挟まれたよっていうのを僕見てますよっていうのだけ。あ、先ほど電気の停電直したのって K さんじゃないの？いや、違います違います、僕が行く前には開きました。停電を直したのは僕なんだけど、僕以外にもう一人いるはずなんだよね。で、ね、あの俺 K さんとキッチンら辺で一回、あ、違う、武器庫か、武器庫で一緒になって、結構長く一緒にいました。その後停電中の時にアドミン見て、コックピ、テーモデッキ1ついてるの見てるんですよ。あ、だから誰か直してる人がいるんだなと思ったんだけど、それは直したのは僕なんだけど、僕はしてない、あ、直るのを見てただけで上げてないのね。だから、うん、死んでる人が上げてるわ。貨物とかチョコキ右。ああ、そういうことか。ごめん、石油かコックピットの方とかエンジンとかの方に行ってると思うんだけど、プテさんじゃないと思います。うん、多分プテ足最終位置どこ？キッチンとかじゃないかな。武器庫とかキッチンと思う。武器庫上、もしくは小見サボの通路ら辺です。オラフ君って停電直しました？触った？初期に入ったところで、はい、停電はもう直ってしまってて、一応下は確認したんですけど、うん、誰もいなかったです。あ、ごめんなさい、ボタン押しに向かったからエンジンかも。 K さんどこ？はい、僕宿舎前行ってビーティングの階段登って終わりです。だから慎太郎は最終メインホールです。停電直したのがスナパイ中野アルマにいると思うから、展望以外のどっちかで、アルマが多分席の方に行ったってんだったら、スナパイさんが、あ、ごめん、行けかどうかは分かんないけど、まあまあ少なくとも左下に立ってるんだったら、スナパイさんが展望、あ、じゃなくて昇降機見か貨物で直してると思う。K さんって慎太郎見た？宿舎前エンジンメインホールだったら見てない。いや、見られてるかな。あ、でもね、俺アルマには見られてますね。アルマのキルに関しては K さんくん七子さんだと思いますよ。僕慎太郎インポスターだと思いますよ、これ。お、はいはい、僕シェリフで藤宮君を切りました。おお、え、いや、でも慎太郎人外だと思います。でも、ああ、まあ釣られてもいいけど、僕藤宮君で人外を落とせたから、うんうんうん、僕移動経路をもう一回説明するけど、宿舎前エンジンメインホールです。でしょ、
で、計算見てないわけでしょ、はい、で、俺の移動経路、メインエンジン、宿舎前の方に行くところで、慎太郎と会ってないです。あ、だから僕は宿舎前でやばいって、速攻メインホールの左上の小部屋まで行ってるんで、見られてないですね。ただ、その前にエンジンルームとメインホールの間でオラフ君を僕は見てるんですけど。あ、いたような、ずっと止まってました、もしかしたらエンジンで。あ、だからなんか宿舎前で湧いて、ピカクロさんが金庫室に入っていくのを見ました。で、僕はそこからエンジンルームとメインホールの間の扉を開けました。で、そこで一回立ち止まった時にオラフ君が通過してメインホールに行きました。合ってます、合ってます。で、僕はそのオラフ君がメインホールの右に行ったのを見てから小部屋にこもりましたって感じです。どうぞ。じゃあ一応、富士宮を切った根拠だけが、通ってるようなセリフか。あの、富士宮君が一番浮いてるから、僕目線で。いや、なんか今俺、宮ちゃんとほぼ重なるぐらいの近くだから、富士宮君ずっと切ろうと思ったけど、奈々子さんが来たんで、少しずらして富士宮君切ってます。あ、そうなんだ。あ、だからもう単純にピカクロスさんが金庫に入ったの見てるから、そこからボタン押しに行ってる。で、ケイさんとか、ピタラさんが左側で死人があって、奈々子さんもアドミン見てて、で、オラフ君が昇降機右まで行ってて、富士宮君のいる移動経路が一番向いてたんで、富士宮君切ってます。うん、まあ筋は通るが、実際私も金庫入ってます。うん、それは見てるんで僕が。だからまあ、切った根拠はそれですね。慎太郎さ、うん、誰が時点で微妙に疑わしいと思う、はい、アルマ君のキルが確か2択ぐらいまで絞れなかったっけ。俺ね、僕、アルマ君のキルに関してなんだけど、K さんか奈々子さんどっちかだと思っていて、ね、どっちも人外まであると思うんだよ、はい。なぜかというと、武器庫の上でダウンロードしてるアルマ君がいたんだけど、うん、停電になって上に、武器庫にの上に、K さんと奈々子さんが並走していってるんだけど、その2人から死人情報が全く出ないので、はい、停電中だったので見てないです。絶対見えると思う、あそこの位置は。マジ停電になった時には多分見えてるはず。停電になる前ぐらいに見えてると思うんだよね。中野くんが武器庫、あ、いいよ。慎太郎疑ってる人物っている？僕は釣りたいと思ってるけど。あ、僕は疑わしいんだったら。ごめんごめん、疑わしいと思ってるから、明夜に撃ってもらって、で、明夜が隠しのポジションから K と7個を詰めるのが一番いいかなって思っちゃう。ははあ、はい、うん。その場合、明夜が切られた場合だったら慎太郎を釣ればいいし。慎太郎どこ行く？明夜が、エンジン。エンジン行く、エンジン。エンジンね。レポートすれば。K7 個詰めれるし、うん、妥当だと思います、うん、おー、はい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 、じゃあ、メイヤさん隠しろってことでいいんですよね。いいと思う。で、うん、ちょっと、じゃあ、多分僕と奈々子さんが話した方がいいと思います。で、はい、武器庫で、奈々子さんがどこに行ったかの分かんないんですけど、僕、武器庫の下のタスク終わってから、そのまま宿舎ミーティングの方に行って、ピカクロさんを死人してるんですね。っていう移動経路なので、多分僕が切っているとしたら、他のところによる余裕はないです。奈々子さんの通路、ルートも話すけど、K さんと一緒に武器庫の下の銃を入れた後に K さんが先に出てって、俺はしかもその時にもう停電だったから、あ、ね、K さんがキッチン展望デッキのやつを直しに行ってくれたんやろうなってふうに思ったんですよ。だから俺はコックピットでアドミンよーと思ってアドミンの方を見に行ったら結構散らばってんなと思ったけど、その時展望デッキ1だったから、あ、2とかだったら死ぬ可能性あるけど1だったらこれ K さんが直してんなと思ったから、あのターン K さんが直してるんじゃないっていうふうに聞いたんだけど、結果的にはプテさんだったと。だって結局、慎太郎さんが来るってことで、慎太郎さんがエンジンルームにいたって主張してるんでしょ？うん。なんでエンジンルームに死体はないということなので、僕、キルできないっすよ。エンジンルームには死体がほぼない。あの、配線のとこの奥しか。はい。で、そのターンってプテ橋がコミュニケーションルームの扉越しの向こう側に張り付いてるのを見て、C だけ見えたから、そこで俺終わってるから、うん、死体があったとしても奥だけ。あの、勝ちの部分。はい、うんうん、なんで僕だったら多分そこでこちょってやったみたいな感じですね。一応その情報だけ、はい、ってなってくるとこれ、うん、あ、コックピットは多分奈良子さんしか確認取れてない。メイヤさんがどうしたいかじゃないの、ね、アルマ君がね、もしね、石油の方に行ってるんだったら、それこそむしろその奈良子さんとか K さんからの死人情報があるから、ないんだったらそれ本当エンジンどっちかが多分クルーだと置いた場合ね、うん、そのエンジンコックピットとかに行ってると思うの。だからそのどっちかに絶対やってる人間がいるんじゃないかなって思ってる。藤宮ってどっちのキル容疑これって。あ、スナパイさんだと思います。うん、停電直したのが多分貨物でスナパイさんだとしたら、藤宮くんシャワーしたからこれ来るのを僕見てるんで。あ、そうはい。
で、奈々子さんのアドミン情報で、武器庫の位置が出なかったのは違和感はありますね。プテさんが展望デッキに位置がいたんだったら、僕、その間武器庫かキッチン絶対いたので。え、メイヤさんはキッチンか武器庫にいたの？絶対いました。そうか、はい、でメイヤさんと展望デッキになってるからってことか。え、釣りたいメイヤさん。僕はもう、まあ、まあ、奈々子さんか、奈々子さん怪しいと言えばできます。やむねえかなと思う。来るんだ。どうしようもねえ。すみません、スキットには いませんでした。し、ただアドミン情報はあんま覚えられてなかったから。うんうん、役立てずで申し訳ないって感じですね。虹が落ちたやろ。終わる？下手したら。終わんすれたと思う。さすがに。藤宮はほぼほぼインポスターでいいと思ってて、残っててもインポジャッカル。はい。はい。はい、多分ここまでローラーするかどうかっていう話ですよね。うん。うん、第三陣営含めて計3人陣がいて、これでおそらく2人目が落ちたと思われるので、5人1で戦えるっていう自信があるならばいいですが、僕はタスク終わりそうにないです。なので、釣られてもやぶさかではない。どちらかというと怖いのが、1藤宮落ち、奈々子さんがクルーだったときに2陣が残り、え、絶対完遂でしょ。うん、だから。完遂は僕はしてほしくないし、それはクルーだし、うん、で僕が切れるところって言ったら、さっき話整理できた通りエンジン上のこちょっとしたところだけど、停電中にそこにアルマ君が行くかどうかっていうところも含めて考えてほしいし、 あれって2回目だったじゃないですか。2回目の時にエンジン上のあのこねってやるのがね、理解はわかる、理解はできるんですけど、僕さっき K さんとあの奈々子さんの釣りの時にあのもう差はほとんどないとか全くないと思って、正直何にも考えずに奈々子さんに入れたんですよね、ローラーすればいいと思ったら、うん、じゃあ今考えてください。いやだから K さんまで釣らないと、いや、K さんがめちゃくちゃ今人外に見えてきてるので、あんまりちょっとその話に乗りたくないんですけど、皆さんは結構奈々子さんで止めるつもりですか？僕だってこれで2人外いたら釣るにしてもまずいから、釣るにしてもちゃんと整理して釣ってほしいなっていう、プテさんが厳しい理由を言うね、僕目線で、うん、武器庫からキッチン展望に行ったときに、展望の配線タスクをしているプテさんを見ました。この世のプテさんじゃないです。でその時には、K さんはもうエンジン、奈々子さんコックピットに行ってるはずだから、その2人からアルマの視認情報がないんだったら、武器庫、キッチン、展望にもうアルマがいない状況なんですよ。で、僕視点、セキュリティの方に行ってるんだったら、奈々子さん、K さんからさらにアルマの視認情報が出ないとおかしいと思うので、うん、セキュリティ側がない。だからエンジンコックピットに行ってる。で、その2人に挟まれてるプテさんはスキルができないだろうっていう、あれです。そもそもその、慎太郎くんの名屋さんキルで、名屋さんが隠しろになって、ローラーをするための慎太郎の名屋キルだと思ってるから、ここ完遂しないと危ないと思うけどね。うん、それは一応僕はスキップに入れますが、電気室に初手で、奥の勝ちをやって、エンジンルームのところまで行く行動をしていたかどうかっていうところを考えると、うん、そこに移動することはないと思います。ので、僕はキルしてないです。完成するのね。うん、僕以外全員入れてるのね。5人タスク釣りがち伝わると思ったんだけどな。いや伝わってるけど安牌取らせてください。うえ完璧完璧や。完璧や。やすやすと決まっちゃう。村強すぎる。なるほどな。これはお見事。うん、アルマはどうやの？僕コックピットで奈良子さんに殺されてる。ジャッカルシンプルに。そこからか死人情はねておかしいもんな、絶対その二人の。いや、もう僕みんな100点。あ、そう、多分、計算が取った時には、二人が取った時には多分僕はコックピットに入ってタスクをやってたと思います。そう、僕は本当に見えてなかったので、まあ、どうしようって感じでした。確かに確かに変か。うん、計算、いや、何もやってない人ですもんね、今回。そうそうそう、そう今回全然動いてないんで。いや、もうすごい。もう本当にすごかった。シリーフも、シンスカマも強いし、新子、宝さん新子も強いし。新太郎よく切ったね。いや、もう強すぎない。まあ、いや、でも切らないとだって俺釣られそうだったから。新太郎が死んでも別にいいもんね。俺死んでもいいかなと思って最悪。俺、藤宮くん切られた時の僕の絶望感。これがもっと裏か。やりやがったな。すげえな。